出、アトレティコ・マドリー、組織改革のため最大級選手が対談。アトレティコ・でマドリードは今夏の移籍市場で大量に放出することになるとスペインマルカが報じている。ジョアン・フェリックスやアルバロ・モラタもはじめとして最大級選手を放出する見込みだ。シメオネが怒り出しそう。功労者を大事にしないとアンチバルサが怒るぞ。今のバルサにメンフィスいたら強いんだろうな。まあないだろうけど。これ本当だったらすごいな。まるっきり新しいチームになるね。どんな補強するか楽しみ。ピーク過ぎたか控えがメインの選手ばかりだからな。放出したいのはわかるがよく書くと売れないだろうし、相手も足元見てくるだろうからアトレティコがどこまでは妥協できるかが鍵だろう。フェリックスは出したくても出せないだろ。バルサのレンタルオファー待ちかな。アトレティコはグリーズマンがいれば大丈夫。フェリックスは本人も切られること望んでるけど、サウジ以外欲しいクラブあんのか？バルサはレンタルしか選択しないだろうし。フェリックスなんて不満あるとすぐメディアに駆け込むからな。完全にトラブルメーカー扱い。現状のアトレティコだと脂肪の一部負担してのレンタルだとアトレティコ的には負担にしかなってないから、売れるならさっさと売りたいだろうね。この頻尿で4位なんだから血の入れ替え、ある程度の刷新は必要でしょう。リーガ制した時はビジェ、スアレスがいた。決定力のある9番 FW とゴディンのような CB が欲しいね。改めてアトレティコは売買が下手くそだなと思う。全く移籍市場で利益を出せてないじゃん。シメオネの給料よりも、移籍市場の立ち回りが財政難の本当の原因じゃないかな？フェリックスに関してはアトレティコが大幅な損切りする覚悟があればとっくの昔に放出できたよ。昨夏契約延長までしてるんだから、ある意味自業自得。そしてフェリックスは残るのであった。